東京都立六本木高等学校と近隣各校の定時制課程を発展的に統合したチャレンジスクールとして、旧条南高校校舎を継承し2005年4月に開校した。校舎は坂に面しており、坂道からは城壁のように石垣が組まれている。教育理念である、見つけて磨いて未来を開くは次のようなもの。見つけて学習や部活動を通じ、 自分のやりたいこと、自分に合うこと、安らぎの場所、友人を見つける。磨いて、共に学び合う中で、自分の個性や能力を伸ばし、自分を鍛え、力を蓄えていく。未来を開く、大きな可能性を持つ自分を認め、未来に向かって、さらなる挑戦をする意欲や態度を育てる。午前部、午後部、夜間部からなる三部定時制を採用しており、所属以外の部の単位も、 取得可能である。74単位取得で卒業できるが、年限は3年コース及び4年コースのいずれかである。受験は他の一般的な都立高校と異なり面接と作文のみとなる。なお、平成28年度の倍率は、男子が1.68倍、女子が1.33倍、計1.43倍になっている。ありがとうございます。